つの塔を風力してその後に核変換をしていくと好きなスポーツ競技が分かっちゃうらしい。そしていくスポーツの旗が好きかも天候の後から好きな女性のタイプじゃん。メント欄でやってみて。夕飯はから補足変換していくと今晩何の夕飯が出るか分かっちゃうらしい。そしていく夕飯は何月中から後からコメント欄でやってみて。はい、というところで今回なんですけれども今抜き工事の外れにいます。バレるかバレないか。そしていく言ってね、アイドルのライブ会場とか行ったら即バレするし、なんかあるね、ルールとしてここから先は喋らずに歩きたいなと思います。終わってしまった。